なんだよ、ハルトはいねえのか。そんなバカな、うまい飯のジジイいないのか。しかしこうだ、絶望したぞ。しかし飯ってそこまで大事か。さあ、こっちよ。この下が教団の図書室になってるの。この下って柱しかないじゃない。どこが入り口なのよ。まるで秘密基地みたいだね。まるでも何も、本当に秘密だから。え？ここに収められている文献は決して一般には公開されない天上界時代からのものばかりなの。そんなんケチケチせんとバンバンみんなに見せたらええのに。情報は独占してこそ価値がある。そして独占された情報に宗教的な神秘性を付与する。ここは教団とやらの権益を守るための施設。よくわかんねえけど、自分らが得するために大事なことをここに隠してるってことか。まあ簡単に言えばそういうことね。あら、どうした、アンジュ。最近誰かが動かしたような跡があるのですが。何者かが動かした跡、まさか待ち伏せか。それはないでしょう。私たちがここに来ることを事前に知っていた人がいるとは思えません。それもそうだな。暗いからみんな気をつけて。さあ行きましょう。カビ草。本当に本ばっかだな。なんか落ち着かねえぜ。コアラぜひかくれんぼしたなるな。コーダもかくれんぼしたくなるな。しかしするしかないな。しかしはいはい、おしゃべりはそこまで。みんな聞いて。それじゃあ手分けして調べましょう。まず地域別、年代別に本を選び出すのが最初の作業ね。それから記憶の場がありそうな場所を拾い上げて。なあ、アンジュ姉ちゃん。うち、字読まれへんねんけど。あ、その手があったか。じゃあ俺、本読めねえんだけど。何サボろうとしてるのよ。じゃあ私、ナイフとフォークより重たいもの持てませんの。おほほの。はいはい。じゃあ、こうする。スパーダ君は、ルカ君の助手。イリアとコーダは私の助手。エルはリカルドさんのお手伝い。コンウェイさんは。僕はルカ君たちを手伝おうかな。ではそれでお願いします。これでみんなサボれないでしょ。はい、みんな調査開始よ。了解。はい、しすいません、マティウス様。ブリトラのやつは捕まえられませんでした。やつらは全ての記憶を取り戻しているようであったか。あ、いえ、そんな感じではなかったみたいです。うん、ならば問題はない。このまましばらく泳がせておこう。だがやつらの動向は経過を追って逐一報告せよ。どうこうけい逐あいつらをよく見張ってその動きを知らせろ。分かったな。はい、分かりました。いたたた。どうしたの、イリア。頭痛？ちょっと休む？大丈夫、気にしないで。そう、
あんまり無理しないでね。私、どうしたんだろう。この頭の痛み。何かに関係あるのかな？じゃあ、みんな調査結果を発表して。まずは、ルカ君チームから。西の国ガラムのケルム火山では、昔から独自に火事の神様を信奉してるみたいだね。そうね。あそこは鉱山が中心の国だし、火事職人が多いから、職業神として独自の宗教観が発展したのよ。元は教団と同じ宗教圏だったんだけどね。確か、そのケルム火山は、ガラムの聖地になっているはずよ。あと、東のアシハラって国だね。歴史が古くて異文化みたいだから、記憶の場も手つかずで残ってるかも。行ってみる価値はありそうね。同じように、文化の違う南のガルポスや、北のテノスにも行ってみないとね。リカルドさんのチームからは何かありますか？いや、何も。そうですか。ところでリカルドさん、ここの寝心地はいかがでしたか？暗くて静かだ。休息にはこれ以上ない場所だな。あんな、リカルドのおっちゃんな、めっちゃでっかい鼻ちょうちんできとってんで。エルも口元をきちんとお拭きなさい。よだれの跡すごいから。次に向かう場所が決まったようね。アシハラ、ガラム、ガルポス、テノスか。世界中を巡る旅になりそうだね。でもよ、今戦争中だろ。船でなきゃいけない場所はどうすんだ。俺が何とかしよう。多少なりともコネがある。おーおー、ずいぶんやる気じゃね。たっぷりネタをかけてエネルギー満タンなんだな。ふん、ガキのお前らには船の手配はできんだろう。俺は俺のできることをやるのみだ。調べ物は苦手だもんね。せいぜい船の手配でポイント稼いでもらわないと。もうイディやったらそんなこと言わないの。ではリカルドさん、お願いできますか？ああ、行ってこよう。港で待っている。やれやれ、くたびれちまったぜ。じゃあ俺たちは、そうだな、ハルトマンの家で時間潰そうか。おお、ジジイの家、つまり飯だな。しかしなんや、飯食わせてもらえんの？夢みたいなところやな。それ一回言っとかんと。挨拶しに行くだけだよ。今度は長旅になりそうだからな。飯なしか。しかしがっかりだな。しかしじゃそうしようか。あんたがお坊ちゃまって呼ばれてるとこ、ぜひエルに聞かせないとね。あー、行きたくなくなってきた。
お坊ちゃま。いやいや、ご無事で何よりほっといたしました。なんだ、何か心配する理由でもあるのか。実は先日この町に王都軍が参りましてな、よもや鉢合わせしておられないかとヒヤヒヤしておったのです。王都軍だって、まさか暗示を捕まえに。いえ、そうは見えませんでした。兵士だけではなく軍幹部の男が一人おりましたし、確かオズバルドとかいう男ですな。王都の式典に出席しているのを見かけた記憶がございます。オズバルドって研究所にいたあの太ったやつよね。何しに来たっての。それとなく見張っておりましたら大聖堂からでしょうか、本を数冊抱えて出てまいりましたな。地下の図書室から。でも出入り口は隠されていたはず。教団関係者から図書室の話を聞いたのかしら。とにかくアンジュを捕まえに来たんじゃなさそうだね。ねえアンジュ、どんな本がなくなってたか気がついた。いいえ、あの寮の本だもの。目録と照らし合わせながら調べたわけでもないし。まあともかくお坊ちゃま方がご無事で安心いたしました。さて早速食事のご用意をいたしますか。食べたいんだな。しかし今日はここでゆっくりしたいもんやで。しかしダメだっての。リカルドが手配した船に乗るんだろ。悪いハルトマン、これから船旅で長くなりそうなんだ。今日は挨拶に寄っただけ。さようでございましたか。わかりました。道中お気をつけくださいませ。しょうないな。ほなバイバイじいちゃん、今度またゆっくり寄らせてな。腹が減ったぞ。しかしうるせえ、だだこねてねえで、ほら港へ行くぞ。
ねえリカルドさん、今の誰？乗船券の仲介屋だ。ふっかけられたが、このご時世だ。多少は仕方あるまい。そうなの？慌てて逃げてったように見えたんだけど。ああ、ふっかけたのが気まずかっただけだろう。まあいいか。その乗船券、行き先はどこなのですか？いろいろ当たってみたのだが、結局足原行きのものしか手に入らなかった。上等よ。さっさと乗り込みましょう。乗船の準備ができたら、そこの船員に話しかけるといい。創生力とやらだが、マティウスは相変わらずご執心のようだな。じゃが信者集めは順調なようじゃしな。しばらくはお目こぼしもよかろう。ガードルのやつも探しておると報告を受けておるが、ブリゴリのなすことは我らの意図と異なっておるのやもしれん。テノスの方でも何やら小うるさく動いておる様子。創生力とやら、我らが先に手に入れるに越したことはないかと思うが。マティウスは確かどこかの小僧に目をつけておったな。ルカとかそんな名の。今は泳がせておるらしい。マティウスね、とっとと連行すればよいものを。好きにさせておけ。オズバルドは何をしている？ナーオスの古文書を回収したらしい。失われた文字を転生者に解読させたところ、テノスに。ではオズバルドは今テノスに？いや、船を用意させておった。何を考えておるのやら。まあ家庭などはどうでもいい。問題は結果だからな。他に報告はあるか？ならば解散としよう。楽園を求めて。楽園を求めて。今帰ったぞ、バーヤ。お帰り、アスラヤ。どうした、バーヤ。具合でも悪いのか？我が子の初陣を見送る親の気持ち、お主にも分からせてやりたいの。ラティオの大攻勢に対し、ステーシのような部隊で出撃したお前と再び五体満足で会えるとはの。は俺を見くびるなよ、バーヤ。確かに俺たち戦殺軍は圧倒的なラティオの前に敗れた。
司令官までもが戦死してな。仕方なしに俺がしんがりを務め、大声で叫んだんだ。て、まさか、お主たった一人で、ラティオの軍勢を引き受けたと？もちろんだとも。味方の全軍撤退を見送ってから、俺、ラティオの奴らの、あのポカンとした間抜け面、バーヤに見せてやりたかったぞ。まったく、無茶をする。ん？なんだ、外が騒がしいが。軍歌と武具の金属音、まさか敵襲か。アスラ殿、アスラ殿はいずこにおますか。なんじゃ想像し、我が子アスラならこれじゃ。これ呼ばわりとはひどいな、バーヤ。で、それがしに何用か。こたびの撤退戦、我が千殺の兵皆ほとほと感服いたしました。アスラ殿の神域の武器に惚れた我ら総勢千名、あなた様にお仕えしたく、こちらに馳せ参じた次第であります。ほほう、これはこれは。このアスラを将と仰ごうなどと、命知らずな馬鹿者が千人とはのう。バーヤ、これはもはや天命。我こそが千殺を率い、ラティオを倒す。今俺はその手足となる兵を手に入れた。いずれ必ず千殺を滑る大将軍として、今日はその輝かしい一歩、未来の大将軍様を歓迎いたします。願わくば我が同胞千名、アスラ様にお目通りを。いいだろう、アナイセイ。我が子ながら見事よな、かわいいアスラよ。この天上界の命運、お主が決めることになるやもしれんの。まったく、おたんころかったら船酔いなんてだらしないわね。まあ、イリアったら、さっきまで自分だって。あれはただの頭痛よ、船酔いじゃないもん。ルカ君、水でも飲むかい。いや、いいよ。もうすぐ足原でしょ。丘に上がればすぐ良くなるから。お、足原が見えてきたぜ。ほら、丘に上がれば大丈夫。本当にここが足原かよ。思ってたより寂しい町だな。この町は年々水没しているからな。かつては広大な半島を有した海洋国だったのだが、各地で起きてる天変地異もこの町を見ればその深刻さがよくわかるわね。なあなあ、はよ町見て回らへん？うち楽しみやね。そうだそうだ、エルの言う通りだぞ。しかし、はいはい、それじゃ行こうか。
さてっと、そろそろ本腰入れて情報収集と行くか。じゃあ、例によってコイントスで二人組を。では、落ち合う場所はここだ。いいな。気を利かせてやったんだからよ。うまいことやれよな。え？じゃあ、さっきのコインはインチキ？人聞きの悪いこと言うなよ。インチキしたのはお前の組だけだって。やっぱりインチキじゃないか。海辺の町で二人っきり、誰が見たってデートだろ。デート？いや、ダメだって。真面目に情報収集しないと。あ、そう。じゃあ、ご勝手に。何ひそひそやってんのよ。ほら、お団子ルカ、行くわよ。エル、俺たちも行こうぜ。ほーい。ほな、後でな。レグヌムじゃ見たことない珍しいものばかりだ。そうね。もっといろいろ見て回りたくない？せっかくだし、きっといい思い出になると思うよ。はあ？いい思い出って、あんた何考えてんの？その、なんというか、君もで、いや、観光とかしたいんじゃないかなって。何言ってんの？そんなに観光したきゃ勝手にすればいいじゃない。私も勝手に情報収集するから。じゃ、また後でね。おたんくるか。あ、
人で情報収集なんてどうすればいいんだよ。イリアを怒らせちゃって僕ってバカだな。ルカ君、千歳さん、どうしてこんなところに？ルカ君たら嫌だわ。この町は私の生まれ故郷なの。言ってなかったかしら？聞いてないよ。でも会えて嬉しい。本当に私も嬉しいわ。あなたに会えるなんて。ねえ、そこにかけて。ルカ君、一人？そんなわけないわよね。やっぱりあの女と来たの？うん、でも少なくとも今は一人だよ。本当に嬉しい。こうして二人っきりでいられるのは久しぶりだもの。二人っきりってそんなことあったっけ？寂しいな。あなたはまだ思い出せていないのね。私はあなたと過ごした頃のこと片時も忘れたことないのにね、アスラ様。君は創世力でございますか？そうだ、天上界の統一だけでは俺の望みは果たせぬ。ああ、アスラ様の悲願、何としても叶えねばなりませぬ。この昨夜、アスラ様がため粉骨再審する所存、我が身の一片まであなたの波動のためお使いください。ありがたい言葉だが、俺は献身や自己犠牲など部下に望まん。ましてやお前のその美しい体、到底無下には扱えぬよ。アスラ様は変わってしまわれた。それもあの女イナンナが来てから。いや、何も言うまい。言ってはアスラ様を困らせる。私のこの思いは深く沈めねば。深く、海よりも、奈落よりも、この世のどこよりも、深く、決して浮かばぬように。そんな浮かばれない思いは、もう嫌。君は、昨夜。あ、私のこと思い出してくれた？アスラ様。うん、君だったのか。驚いたよ。ああ、嬉しい。アスラ様が私のことを思い出してくれた。ねえ、アスラ様、お願い、アスラ様も教団に来て。あそこなら安全よ。私、あなたが適応法なんかで捕まったりするのが心配なの。でも僕は。なぜためらうの？マティウス様は素晴らしい方だし、信者の皆さんもいい人ばかりよ。だってマティウスはイリアの村を襲ったって聞いてるから。そんなの教団運営のために必要だったからに違いないわ。アスラ様だって戦争で大勢の命を奪ったでしょ？それはそうだけど。マティウス様はこの世界を救おうとされているのよ。アスラ様も天変地異のせいで世界が滅びに向かっているのは知ってるでしょ？ねえ、この足原を見て。これはすべて天上界が滅んだ影響なのよ。世界各地で土地が荒れ、災害が頻発して、相次ぐ戦争によって、食料不足まで起こる始末。じゃあ、マティウスと教団は、今の無形の世を救うために創生力を？もちろんよ。マティウス様のおっしゃる理想郷は、すべての人が救われる世界だもの。でも、イリアの村は襲われたんだ。僕はマティウスを信じられない。そんな話きっとあの女のでっち上げよ。ねえアスラ様、あの女を信用しちゃダメ。なぜ？どうして君はそこまでイリアを嫌うの？思い出せないのかしら？いいえ、いずれあなたもきっと思い出す。それにどうしてそこまでマティウスを信じられるの？マティウスって一体何者なの？それはあなたがこの世で最もよく知る人、センサスの。あ、ルカ、
こんなところで何油売ってんのよ。いや、イリア。あの女、なんてあの女がここにいるの。何話してたの、私の悪口。悪口なんでしょう。違うってば。あ、もう落ち着いてよ。で、どういうことよ。彼女の故郷なんだよ、この町は。西の戦場から帰ってきてたみたいで、たまたまさっきここで出会ったんだ。あ、そう、たまたまね。それで情報集めの方は。あんたがあの女とイチャついてる間に、私一人で頑張ったっていうの。そろそろ時間だからさ、戻らないと。ごめん。じゃあみんなのところに戻ろうか。もう遅いで。まったくだぜ。どこで油売ってたんだよ。油売ってたのは私じゃないっての。ルカったらね。それで何か見つかった。この辺りの権力者は亡くなると神として祀られる風習があるらしくてね。つまり力を持つ者は死後神となる。人が死んで天に昇り、神として迎えられる。天上界信仰が行われていた証拠ね。代々の王の墓、つまり他の地域の神殿と同義だけど、それが見つかったのよ。王様のお墓？そこなら記憶の場がありそうだね。早速行ってみよう。墓があるのは町を出てまっすぐ北に向かった先らしいぜ。
ボコボコにしたる。やったー、ヤンキー、爆炎と、やったー、ヤンキー、電流消えていく、来たー、やったー、攻撃戦真空破壊。まあこんなもんちゃうかな。王様のお墓かな。そこな異国の者、我が国の神聖なる王墓に何用か。よう不らちな侵入者め、王の呪いを受けてしまうぞ。私たち異国の文化に興味があってお参りに来たんですけど。でい、何人たりとも許可なく入ること、あ、まかりならぬ。かまへんやん、減るもんやなし。自分ケチやな、喋り方も変やし。その方こそ妙な訛のくせに何を、あ、申すか。ここは許可のない者は立ち入り禁止だ。観光なら町を見て回られるがよい。じゃあその許可をくれる人って誰なんですか。ならば町におられる次郎長様を訪ねませい。あ、訪ねませい。わかったよ、町の次郎長さんだな。よし、みんな行こうぜ。確かに次郎長はわしじゃが、異国の客とは珍しいな。あのおじいさん、僕たちお墓に入りたいんです。は？ならそこの海にでも飛び込めばいいじゃない。ちょっとちょっとルカ君、その言い方だと誤解が。五郎太、我々はこの国の王墓へ入る許可が欲しいのだが。これはいいなこと。あのようなところへ足を踏み入れたとて、副葬品の類は全部売り払うて国費に充てよったので、もう金目のものもないしの。僕たちは歴史研究の一環として帰国の王墓をぜひ見学させていただきたいと。ほら、お墓に入りたいって言ったこの彼がリーダーね、ルカ君。あ、はい、見学の許可が欲しいんです。ああ、
そういうことなら、そうじゃの。次郎長様、また例のあれが。あ、もうそんな時刻かいな。最近満潮時にはいつもこれじゃ。あれとかこれってなんだよじいさん。最近満潮時になると住処を追われた猛獣どもが人里にまで現れよっての。ふん、そなたらその獲物を見ればそれなりに腕が立つ様子。猛獣退治に一役買ってもらえれば許可を出すっちゅうのはどうじゃ。あー、ギブアンドテイクってわけか。悪くない話だと思うぜ。なあみんな。そうね、人助けにもなるならぜひ。おう、そんじゃお願いしようかの。やつらが現れる場所は大抵決まっておっての、この町の出入り口に向かえばええ。ただ数が数だけに少々骨が折れるやもしれんぞい。じいさん、大船に乗ったつもりで任せとけって。海の民のわしらに大船に乗れとは、こりゃまた粋なこと。この町の出入り口やね。ほなみんな行こうか。みんな見て、あれが次郎長さんの言ってた猛獣じゃないかな。早速お出ましか。よし、腕が鳴るぜ。みんな来たわよ。出番だ。電気は電気だ。新装新装発射拠点勝利。新装はい、やってきた。電気は報酬券交渉保存計画大地を。やった。負けるわけにはいかないんです。なんだ、楽勝だな。そういう慢心は身を滅ぼす。獣相手とはいえ油断はしないことだ。わかってるって。ほら、次来たぜ。いい運動になりそうね。ネイチル、そこだ。アシリス担当。真空弾講習券ネイチルフェント。ガリキエネイチル。ネイチル講習券ゲンリル交渉保存。ネイチル。どんな相手だろうと手は抜かん。やれやれ、僕はインド派なんだけどな。狩りなんて趣味に合わないよ。ごめんコンウェイさん、無理に付き合わせちゃったかな。ああいや、ルカ君が気にすることはないよ。ちょっと愚痴を言いたかっただけさ。さあもう一頑張りしよう。行くぞ。この調子で行こう。どうやらもう襲ってこねえな。これで全部退治したってことになるのかな。それにしても不憫ね。この国の水没さえなければ退治されることもなく人と共存だってできたでしょうに。千歳さんが言ってた、天上界が滅ばなければこんな天変地異が起こることもなかったって。へえ、千歳さんが言ってたねえ。あ、別に退治するのが悪いなんて言ってないよ。私はそういうことを言ってるんじゃないの。もういいわよこのおたんこルカ。そんな話もうええやな。あのじいちゃんとこに早う報告しに行こうや。うん、そうだね。
ロ町のじいさん、サクッと退治してきたぜ。お、まことに退治してきたと。どうやらわしの目に狂いはなかったようじゃの。それでお墓の見学許可は？あんなとこ覗いてもなんもええことありゃせんのに、えらくご執心じゃの。そう、この彼のルカ君の趣味なんです。どうして僕に振るのさ。いや、そのお墓ってその国の歴史を研究するにはすごく重要で。お、そりゃいい趣味しとるの。若いのに枯れておる。ええじゃろ、わしが許可を出したと墓守どもに伝えるがいいぞ。これでルカ君も大喜びね。わーい。僕本当はお墓になんてできれば行きたくないんだけど。なんか言ったおたんこルカ。いや、なんでもないよ。そっ、じゃお墓に行きましょうか。